プラモデル楽しんでますか？どうも皆さん、こんにちは、大谷さんです。新時代の到来を告げた女神デバイスガンナーちゃん、好きに作ってみたんで、制作の過程を動画に残したいと思います。結構そういう方多いと思うんですけども、僕ですね、ガンナーちゃん見た時にあのカンコレのキャラにしか見えなかったので、今回はそんなイメージでガンナーちゃんをカスタムして作りました。まあ実際に PPAP したのはガンナーちゃんとフレームアームズガールのコンゴーちゃんなんですけどね。あ、地味にこれ今回完全無改造なんで、あの続きはないのかって言われているあの動画の第2弾にもなってますね。というわけで、まず一番大事なお顔ですね。こっから触っていきましょう。こちらがキットに付属するフェイスパーツ。そのままでも可愛いんですけども、なんかねちょっと違う気がするんですよね。で、嬉しいことにガンナーちゃんのキットにはデフォルトで無塗装のフェイスパーツが3つもね付属するほか、同時発売で別売りの瞳デカールセットも発売しましたので、これを使って好みの感じに仕上げましょう。デカールの貼り方、仕上げ方については単品で動画出してますんで、細かい作業はねそちらをご覧いただければなと思います。で、これはね個人の好みの問題もあると思うんですけども、目の位置をですねデフォルトよりもほんのちょっとだけ下げてあげるとよりね可愛くなるんじゃないかなって思って、位置を微調整しながらデカールを貼りました。目のデカールを貼るときにやりがちな失敗は、目をね寄せすぎちゃうことだと思うんで、位置調整はね前髪まで取り付けた状態で行うと失敗しにくいかなって思います。で、ウェザリングマスターで軽くお化粧してあげたらこんな感じになりました。どうでしょう、結構印象変わりますよね。この作業楽しかったんで、ついついね表情は5種類作っちゃいました。せっかくなので髪の毛も最初に塗装します。レシピはね忘れちゃったんですけども、こんな感じで茶色とホワイトで強めにグラデをかけておいて、その上からクリアブラウンを塗り重ねることで全体的に色味を整えています。で、スカートなどはグレーで塗装した後にエナメルのホワイトで塗装して、で、エナメル溶剤で拭き取ることで制服の白いラインを塗り分けています。超簡単で、お腹はねこちらも以前単品で動画を上げていますが、すく水をイメージして青色で仕上げています。この段階でこんな感じに、結構ね満足したんですけども、まあ、ここまでやったらね武装まで作りたくなったので、ミキシングに取り掛かっていきます。これが初期案ですね。今回は行き当たりばったりの制作でしたので、作りながら少しずつ形を変えていってます。背中のライフルは不採用でしたので無視して、ミキシングしたのはフレームアームズガールのコンゴーのみです。コンゴーのバックパックを組み替えただけのものをそのままポンとつけてます。腕と足の装備はガンナーちゃんのものをそのまま使用。とりあえず戦艦っぽい色で塗ってみるかということで、武装パーツは全て黒サフで真っ黒にした後、ホワイトとブラックを混ぜた暗めのグレーで黒立ち上げ塗装しています。で、仕上げに同じ色を薄めて全体的に塗っていきます。赤色に関しては黒立ち上げ塗装が難しいので、ホワイトを先に拭いて、その上からその辺に転がっていた赤色を塗っていきます。だからもうレシピは全然覚えてません、すいません。で、金色はこれクレオスの9番ですね。迷ったらこれを拭いておけば OK です。で、一旦こんな感じに、ちょっと地味ですがなかなか重たい感じになってきたんじゃないでしょうか。ちらっと見える金色がいいアクセントですね。これはもうちょっと見えるところにも金色を配置したいところ。というわけでフレームの一部を金色に。行き当たりばったりの作業ですが、これがねなかなかいい感じに。もうちょっと情報が欲しいので、デカールを貼って情報量を盛ることに。ベルテックスの漢字デカールや配給パーツの RB コーションデカールなどを手元にあったものですね、これを適当に貼っています。デカールは光沢クリアでトップコートして、研ぎ出ししたら艶消しして完成。おお、なかなかいい感じになってきましたよ。筋彫りなどのディティールアップは時間がかかるし大変だし、技術もないし、とにかくデカールを貼りまくって情報量をかさ増ししています。ちょいちょいね漢字が入っているのがお気に入り。まだまだね装備が寂しいので、こちらもフレームアームズガールコンゴーに付属のパーツですね。これも単品で動画を上げていますが、一部木目調塗装を使って異なる材質っぽく仕上げています。マスキングして塗り分けたのはここぐらいでしたかね。ガンナーもコンゴーもどちらもパーツ分割が優秀なので、塗り分けの必要があまりありませんので、サクサク作業が進みます。で、こんな感じに。いいですね、
空いてた空間が埋まって見栄えがちょっとずつ良くなってきました。ちなみにこの部分の接続はこんな感じ。 3mm のランナーを切り出して接続ピンとして使っています。この後デカールを貼って一部筆塗りで簡単に塗装しています。このクレオスの Q1 ゴールド、筆塗りでも全然ムラになりませんのでとても愛用しています。リボンなど一部オレンジに変更、ビビットオレンジにホワイトを混ぜた色で塗装しています。でリボンはすくみず部分と同じでメラミンスポンジで磨いてハイライトを強調しています。あ、ごめんなさい、ここもマスキングでしたね。靴と頭部のウソ耳っぽいパーツ、ここはマスキングテープとゾルを併用して塗り分けました。でこんな感じに、だいぶねいい感じになってきました。初期案と比べるとだいぶ印象が変わってきたんじゃないかなって思います。でショート動画で投稿したんですけども、左足の一部を成型色に近い色味で肌色に塗装してこんな感じに。でさらにこちらもショート動画の投稿ですが、簡単に服に影をつけてこんな感じに。あとはもう少しだけ装備を追加します。まずはこちら、みんな大好きモデリングサポートグッズ、その39番連装砲。戦艦モチーフのキャラを作る際には欠かせませんよね。これを今まで使った色と同じ色で塗装してうまく馴染むよう目立ちすぎない感じで仕上げます。最後に背中というかお尻のあたりの空間が空いていて寂しかったので、こちらにもモデリングサポートグッズを追加します。使ったのは45番ミサイル&ロケット。注意点としてはミサイルはちゃんと分離できるんですが、ここのね差し込みがきつくってクリアランスを調整しないと塗膜が一発で終わってしまうんで、ミサイルをしっかりヤスリ掛けしてクリアランスを調整しておきましょう。そんな感じで女神デバイス現時点で最新作のガンナーちゃん、元々のデザインとは全然方向性が違いますが、自分なりに満足する仕上がりになりました。ちなみにガンナーちゃんかなり人気ですぐ完売してしまったんですが、3月7日木曜日より再販分の予約が開始されることが決定しましたので、買い逃した方はぜひここでゲットしましょう。今月3月はガンナーちゃんに続くナイトちゃんも発売なのでめちゃくちゃ楽しみ。ナイトもね何か思いついたらカスタムして作りたいと思います。そんな感じでガンナーちゃんの制作過程のご紹介でした。動画が良かった、参考になったと思っていただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。良い模型ライフを。じゃあね、バイバイ。